大統領と一緒にいるときは、うん、公にするもの大統領とか公務員は。うん、出来正しくしてるんだけども、これ、画面、また見えなくして、世界のルールは法律なのに、民法720条、正当防衛丸一102、第三者のためにも使用できます。無駄な税金の使用をされて困ってるギリシャの人たちいっぱいいます。 で、大統領が一緒にいるときは、うん、真面目な対応をしてたんですけども、途中で、この青い服のときでしたね。その、大統領がいなくなってからでしたね。まあ、会うって言ってますね。これね、まあ、このギリシャの訪問のときに、本当に会うからとか、会う会う会うって何回も言ってるんですけども、今までも何回も会う会うって言ってるんですよ。だけども、家の横通り過ぎたりとかで、もう僕もこれ、大将どうしたらいいかわかんないんですよ。 で、昨日動画アップロードした内容でも、これパソコンをこういう風に開けてたらね、あのー、その電波での声で、今外に歩いてとか、そういう風な内容は聞こえてこない。それで外出たら、まあ、遭遇する可能性はあるんですけども、はっきり言って誰と遭遇するかわからない。はっきりで危険。その中に L 業界側の人間とかたくさん混ざってるから。 で、特にあのー、カコちゃんもマスクしたりして歩いてるから、アワイケスケと話して、マスク取ってね、自分がどういう人物かを明かさなかったら、そのままついてきてくださいだったら、僕はまたエロ業界のところ、キャバクラとかに連れて行かれ、どうなりますでしょそれ理由でまた精神病院に入れようとしてるんでしょうだかカコちゃんに言いたいことは、自分のその行動を利用してる警察官とか議員が本当に存在する。 議員がもともと皇室の、もう関白の頃から、もう鎌倉時代とか、もうその、もっと前から、え、まあ大体それぐらいかな、え、んもう,もう大昔、千年よりも前から、え、皇室の家系のものが関白とか占めてるから。 で、議員とか甘下りしてフィナンシャルグループとかに入って、で、フィ,ニフィナンシャルグループとは元々、もともと、商社で、えー、銀行、証券会社。で、証券会社も何回も、あのー、もともと第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の頃に、えー、1920年に、偽証罪として認められている証券会社と銀行に嘘がある。そのもっと嘘は政府。だって、議員が甘下りしてる。昔からや。 うん、私のことも喋ってる方だから、で、えー、っとね、多分ね、まこちゃんと話してるか、隣の人間がここの声が電波で使って伝えてるかのどちらか。わかる。 みんな本当に買いとかなっていう内容を聞こえてるから、それを合図で返答してる。で今世の中今どうなってるかって言ったら、ありえない株高。世界中で新 NISA とか初始めて株高。えー、富裕層しか株なんか買いません。みんな家のローンと年金,年金2000万かけてなかった1一月1 5万円の支給までたどり着きません。 で、ひ、えー、月15万円の支給までたどり着いてるのは、男性で50%、日本ではね、で女性で3割。今のところギリシャの救いは、高いビデオを建ててないところ、エレベーターを使用してええないから、あんまり、あのー、電気の使用量が少なくて済む。 もう昔から、あ猿と馬カは高いところが好きだって言われてるのはそういうこと。あの、高いビル建てられたら、エネルギーとんでもなく消費されるから。だから人口少なくなっているから、建物低くなっていかなきゃならないのに、建物は建てようとしてるでしょう。だから建設業界の建てる人間は分かってないんですよ。状況。淡井啓介が、例えば港川でね、え港、ー、へ、 皆、えー、市っていうところがあって、その横に公営住宅があったんですけども、まあ、阪神・淡路大震災をもうしっかりとあのダメージを被ってるところなんですね、そこが、まあ、長年放置されていて、まあ、解体作業に入って、また新しく、えー、12階建てぐらいの分譲マンションを建ててるんですけども、その時にね、あの仕事しとる人間はあ、僕より年下のものですよ、男の人間でね。 あの、なんか自分が良いことをしてると勘違いしていて、俺らが作っとくからとかなんか言ってくるんですよ。もう本当にその場でもうどんない散らしちゃろうかなって思ったんですけども、まあアボカド。人口どうなってると思っておんねんと。俺が撮影してる三宮とかの空のビルいっぱい撮影してるやろ誰も書いてないかららへんぞと。生まれてきてる子供がこんなに少ないのにと。 それは兵庫県だけで精神病院の数が28あって、病床の数が平均2百として5600ほどあると。じゃあ一つの、だいたい稼働してる。で、一つのベッドで4人年間入れ替わり、立ち替わりで入っていたとして、で、日本全体で5万床ほどベッドがあったとして、だいたいそれぐらいあると思う。いろんな人間が精神病院に入れられてるの。これが人、これが世界中で行われてい,ていたことであって、人口は激減してる。 うー一番の大きな要因ヒトランをびっくりいいもう一回言うよフィナンシャルグループには商社、えー、銀行証券その中に製薬会社が絶対入っているから精子の生産されなくなる薬を作っていてで兵庫県の方では三井グループのところへ田岡,田岡製薬所っていうのは姫路市より西にあっ で,で、また会うって、えー、言ってる、言ってます。えー、本当の話が出てきたから。えー、その、田岡御殿、田岡製薬所の、えー、田岡御殿が、えー、神戸市の、えー、灘か東灘区にあって、また家がめちゃくちゃ大きい。こいつ、どれだけピンハネし,としていて、税金、えー、医療業界と組んで、金稼ぎして、で、えー、こんなものを建てたんだと。 いうことで、淡井圭介側のまとも側の警察官がなだれ込んで、もう山口組暴力団ということで、医療業界、何回か占められてるんですよ。法廷に出されてね。けど、何回もそれを繰り返してくると。フィナンシャルグループを叩き潰さなきゃならないんですよ。議員とか。これが本当の話。 で、え、もう、昔はその話は済んだから、今度どうなったかって言ったら、えー、よ、え、良くないことをしていた、えー、ことがバレた。例えば、ローソンの社長をしていた、えー、ニーナミっていう表示の名前の人、もう表示の名前でいい。あの、名前、コロコロコロコ、ロ表記変えてる時あるから、議員もテレビに名前変えて出てきて、顔も変わってるから、カコちゃんも同じやから、あの、顔変わってるから、変わってるとか、あの、そこで映像が途切れてるんだけども、本当はその先とかの映像は、 この後、えー、他の人間といるときに、えー、役者していたこととか、えー、バレて、えー、負けとか、まあ何かそういうことを、えー、言ってる映像がなくなってる。ですぐにこういうふうに邪魔される。訴えられそうになったこれ。カコちゃんが訴えられそうになってるっていう話じゃなくて、フィナンシャルグループとか。 ただし、ある意味、カコちゃんも、あの、まともな人間から見たら、これ、裁からなきゃなんないっていうことで、物事見る、普通の人間。僕も本当はそういう視点で、物事をある程度見てます。これ、訴えられなかったらおかしいと。これぐらい言わなかったらやめないか、本当に。もう何回も言ってるから。みんなの税金使って。観光旅行よ。議員が捕まってるやろ観光旅行。仕事、 っていう形で行って観光旅行して捕まってるのに、なぜ、えー、この人はっていうことになってしまうでしょで、今、ピポーン,ンってこう音鳴ったけども、これ、コンピューターが返事してんの。えー、世界不思議発見とか、音なしで長すぎとか、えー、現地報道はサプライズ旅行と。 で、こうね、あのー、ガイドの方と通訳さんしか声が聞こえず残念ですねってこれ分かってて多分この人も書いてると思う。あのー、コンピューターによって喋ってる音声消されてる。出てくる時ときと出てこないときあるから。で、これでね、もうこんなこと書いたやつはほん本当もバカ。 ま、この意図は、あの、状況を分かってる。こういうコメント。エネルギーの残存の前もう残りね、僕は若い頃が、えー、石油の技術的採掘家の埋蔵量69年分、1998年ぐらいです。で、えぇ、ー、2011年のデータで石油59年分、えぇ、ー、2022年のデータでもう54年分、先々までずっと深く掘っていくことを想定して、数字出してるんですよ。もうね、いつ輸入が止まるか分かんない状態まで、 もう目の前まで迫ってきてね、もうこんなどうでもいい公務していたら、もう叱るしかないよ、本当に。で、僕から叱っておかなかったら、こ僕は僕で多分大変なことになると思う。普通に考えたら分かる。醍醐味何があって。普通こういう反応になる。 それだったら、淡いケースけど、もっと前に早く会って、これ公費ーーで言ってるんだから。ね。そのお金で、弁理士さん3人雇って、弁護士さん雇って、特許出願したらよかった。河川水門開閉式ダム発電。河川え河川水門開閉海兵、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電。特許取ります。あとはそれを政府が認めて、 えー、経済界とかがお金出すかどうか。で、ニーサを先に先行したもうみんな勝った後、どうすんの河川水門海石玉発電の方にお金流れてこないよ。これ SPSP って言いますけどね。 僕ですら SP ついてないんですよ。あのね、観光旅行してる人に SP いると思います本当に。もうその SP の人間も君国交にその給与返納しなさいよっていう話になるよ。それ国民が決められるんだよ。行政の人間が決めちゃダメなんだよ。だから僕は絶対国民側にいなきゃならない。そういうことを あのー、信頼関係が世界中の政府上層部、例えばマクロンさんも僕と、あのー、会ってる、昔から。トランプ大統領とかも僕の提案通りに、えー、外交してくれて、ムンジェインさんとキム・ジョンさんで首脳会談ひい開いてもらって、もう、もう人口いないから、あんまり。これ、もう2カ国合併して、どうにかせんかったら、これ、どうしようもなくなると。で、台湾なんか人口1000万人いませんからね。 九州と同じ面積ですよ。面積で決まるの。何人住んでるか。だいたいわかるの。九州で500万人いませんよ。全員合計しても。あんね。福岡県の福岡市って表記されてる人口結構いるでしょ。神戸市も結構いることになってるんですよ。147万人とか以前のデータでね。けど違うんです。家の件数知ってるから。50万人いるかどうか。神戸市。福岡県も同じ。福岡市。 どこも同じ。全都道府県。世界中どこの国も同じ。表記してる人口の3分の1か4分の1。滅びるよ、ギルシャなんか。ギリシャデフォルトっていうニュース知ってるでしょオリンピック開いて。あれ何年前だったと思います ?15 年ぐらい前ですよ。記者は自腹で言ってるのって。ね。 これね、子供の頃に過去ちゃんが、何々さんには何々さんに会いたいというような形でギリシャに旅行行ってるんですけど、紀子様がもともと行ってしまってるんですよ。ふみト様の、えー、皇太子殿下であるふみト様の、えー、まあ、あのお、お嫁さんというか、何でしたっけ、皇太子殿下の、その、えっ、ー、と、えぇ、ー、 えとち,ょちょっと待ってね、成人様は天皇陛下で、皇后雅子様でしょう。えっ、ー、と、皇太子、なんせもう紀子様。紀子様、いや、多分文人様も一緒に行ってると思うんですよ。家族旅行だと思うんですよ。だあの、下手に向こうの政府上層部とか、あのー、王室と王室とつながってしまうともうこういうことになるんですもう世界中遊びで飛び回るから。 これね、あのー、何が気になってっていう、今度この壁画。美術館。これ美術館見に行ってね、仕事だと思います税金泥棒。で、最初は SP とかいたでしょ ?SP が SP 捕まえなきゃなんない。それと目の前にいる人。みんなの税金で観光旅行に来た人。 もうニーサでも同じ。日銀も同じ。政府が51%出資で天皇家の持ち物だったとしても、やりすぎっていうことになる。他の法律もあるから。で、今度上田さんっていう人が、あの、まあ、黒田総裁が日銀の総裁でしたけども、もともと、あー、この着物に近い。2019年のこの着物に近い。この着物に近い時よりも、多分もう少しわあの着物ぐらいの頃かな。それぐらいの頃に、ギリシャ行ってる行ってる。 で、さっき笑いながら私の負けとか言ってますけども、この時もね、あの握手した瞬間顔変わってるでしょ、ちょっと。ほっぺた膨らんでるでしょ。あれで、ほっぺた膨らませてるのは僕のほ,ほっぺたから、あの、肉取ってるんですよ。殴られたら困るからみたいなルール。だから悪いことした人間はどん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 僕から、ほっぺたから肉取れて、僕は殴られたら骨が割られやすくなるんですよ。 で、SP 業界の人間と握手したりすると、このエロ業界側の人間とね、格闘技業界の人間が鳥貴族の近辺に出てきてるから、向こうから言ってくるとか、まあ何か、あのー、向こうから言ってくるの意味がよくわからないね。だからこれ記録で、カ、え、コ、ー、ちゃん、どういう意味で言ったの向こうから言ってくるって。 でこう,いう握手をするのを僕はやめてって言ってるのにえこの通訳とかもその話知ってるのに相手に伝えようとしないでえー女性が男性と握手をするっていうのをやめなさいって僕は20歳の頃に決まったの世界中の政府上層部で僕は叱られたんですからなぜ女性の人にお前は握手したんだとめちゃくちゃ叱られたんですよだから僕はもう 男性とも握手しなくなりました。その方が正しいと思ったから。で、これ睡眠不足の皮膚に見えてますけどそういう時とそうじゃない時があるでしょで、去年とかは、過去ちゃんは、えー、よく寝る、眠れてるって言ってたから、多分睡眠不足じゃないと思う。多分僕は睡眠時間取ってる方だと思う。それか、皇后、えー、美智子様か、明人様。明人様の可能性が非常に高い。生きてる年齢考えた方がわかる。僕はもう殺されかかってるから、皇室の人たちに。 で、その下が議員たちが天皇陛下からの任命で最高裁判所の補佐と総理大臣を決めれて、総理大臣が各大臣を決めれるから、やっぱりもうこうなる。無茶苦茶なこと世界中の株価を上げるっていう無茶苦茶なことを、これ国連単位でやってしまったから、僕しかその人たちを裁く権利なんかないんです。 それが本物の正しい社会。あの、歯科医大で喋ってる映像はもう分かんないな、本当に。本当にも、もっと若い頃から、二十歳ぐらいの頃から、あの、あの、一番何が悪いって、あれ、あれ、あれ。あの、留学。留学して、もうその頃からオーストラリアのブタペストとか、イギリスに留学して、イギリスの王室の人間とかと会ってるから、余けやこしい、イギリスの王室の人間とかも不倫とかしてるから。 もうエロ業界が蔓延して、そのエロ業界をとにかく世界中どこの国もしっかりと潰して、で、その人間たちにしっかりと責任持たせて、で、えー、そのままギリシャにずっといただいて結構ですよとか、こういうふうなコメント。だからこういうふうなコメントを読んでいて、現場に出てる、テレビに出てる、これ、過去様だけじゃない。テレビに出てる人間全員。 こういうコメントを僕読んでるときに僕の頭の中とかをコンピューターが読み取って現場の人間にその内容を伝えたりしてるからだから僕が喧嘩を売ってるようなことを言ってるとかそういうふうな認識になる。どうしても。だけども、出てる人間の方が圧倒的に悪い奴らの方が圧倒的に多い。みんなの税金使ってるのか NHK 料金とか。同じだから。 この人はいやんわりともう三宅いらないいらないじゃない。ややこしいだけ本当に。悠人様が、まあ、天皇陛下になるとして、エネルギーの残存量問題の捜査になった方がいい。 もう赤十字社とかいらないいらないいらない本当に。そこをだから、エル、あのー、精神を制作されるなる薬、医療業界とくっつくことになるから、コンピューターの稼働が文部科学省の参加だから、文部科学、科学、科学。警察の方とかももう電波でも無茶苦茶になるから。エロ業界と組んでたのが警察官とっていうことにもなるし、実際混ざってるから。で、プロ野球業界の人間、何人四年12球団今まで。 もう1977年、淡井圭介が生まれてきた時から、一軍と二軍の人間で、エロ業界側の人間と組んでた人間何人おんねん。そいつは警察官の中、警察官として警察の中入り込んできてるから。無理や、こんな世界。だから自分たちから取り締まらへんねん、全然。上から下まで。ちいちゃい奴も、怪しいよ。フィナンシャルグループの役員が元国会議員とかやで、ね。 どうするこの世の中。黒田総裁、天皇家の人間や、もともと。銀行法見たらわかる。えー、日銀、えー、政府の51%以上の出資。天皇家。だけども、国民の労働力や、他国では通用せん。民主主義の国では、王室,王室とかあ皇帝制度が滅びた国では、その話は通用せん。法律、身勝手に作っても、 他の法律がある。もうしてることもむちゃくちゃだからあのー、その辺のところいろいろバレたから、中に黒着込んでるんだと思いますよ。で、一緒にこの男性と海外旅行している。で僕は気分、あのー、ね、原田さんは、しょうがないでしょ。自分が好きな人、ね、過去様に、過去様からあキスしてもらって、 で将来をををいいいっったししててて、えー、それで別の異性と旅行をしているもうこの男はマジとか言ってるけど、この話知ってるはず、東京。ほら、もう笑っと。笑うだけでわかるから。笑ってる奴が悪いんだよ。仕事中にヘラ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 笑ってる奴が悪いんだよ。この辺でマスクしてる人間で。この左手にいる人間、エロ業界に出ていた人間と髪型が似てる。正直に言う。えー、大臣で橋本聖子って言われてた人間、エロビデオに出てなかった。 これ、高くへ行って、エロ、あの、他の男と不倫してたりしてるのを証拠として、エロビデオとかで出ていた。それは元々社会だったんじゃないですか。どう考えてもそこにカメラないなっていうのはあるから。徹底的に僕もあの、いろんな、あの、内容見て、何がおかしいか、最悪なところ、法廷作って、法廷みたいな形のところ、そこでエロ業界開いてるから。本当に、東京の高い建物とか、その中でどうせ作ってるやろうって。 な、この男、ヘラヘラで笑いようやろ。負けっていうこと自分で言ってるやろ。東京の方で高いビル建てっぱなしにしてるやろ。議員が金回してるんだよ、建設業界に。ゼネコンが悪いだったやろ、昔から。何開き直っ夫をね、淡井啓介の思い人と一緒に旅行して、それで買ったつもりか、それで淡井啓介の顔を取って淡井啓介になったつもりになってるんだよ、このメガネかけた老人男性。許せることと許せないことがあるんだよ。 エネルギーの残存状問題。えー、君が外交官として、えー、ギリシャの大使になったからといって、日本をこれ以上巻き込むのは君の権限で決めれることじゃない。国民が決めれることや政府上層部はもうはや決めれるような状況じゃないんだよ。当たり前だよ。そんなこと1998年ウルーズ・ラ・パークで世界中の政府上層部の人間と話し合って決まった後なんだよ。お前正しいこと言ってますって言ったやろ。怖いで。 大きい声で言えよ。根性あるんだったら大きい声で言えよ。それはできないんだよ。この人たちは行政側に回ってしまったから。淡い圭介一人で世の中まともにできるわけないやろ。世界中の株価見てみろ。あんなことしてしまった後やぞ。捕まる人間。世界中の政府上層部の人間に何千万人やぞ。あと大企業の役員とか、金持ちの連中で。どうすんねん、こんな世の中。 それ,それプラス、その中にスポーツ業界とか、建築業界、医療業界、全部含まれてるから、本当に何千万人っていう数や、捕まってる人間、全部逆だったんだよ違う、淡ワイケースが喋ってる音声聞かせて、強くなりたいじゃなくて、エネルギーの残存量問題しか淡ケースが話してない、自分でその動画見て、淡ケースで動画アップロードするから、つなぎ合わせで。 都合の悪いところなくなってたり、音声消えてるから、カポちゃんにとって。本当のことは。それ、カポちゃんのせいにもできるし、え他の、え音声消してるテレビ局の人間がえ隠蔽していたっていう形でも受け取れる。で、テレビ局は民間からのえ金が流れ込んできてるから、え建設業界もそうだけども、建設業界はもともと空にお金回してるの。で、え他にも、うん、私があっち行って自分で言いましたって。 そういうこと。それで黒着てますって。でも楽しくなってるから。これが実態ついでのお結婚希望相手は佳子さんこいつを正常化できなかったら今世の中無理やから。気持ちにヘラ,ヘラヘラ笑ったらあかんねん。会釈した後、あとは真面目な顔や。 なかな佳子様って万能なアナウンサーみたいな仕事なさってるんやな。品の良さがすごい。アナウンサーは出たもん何回かテレビ出たことあると思う。そういう風な顔になってたのがどれかな。ちょっと待ってね。 もう本当のことだけにしよう。そうじゃなかったらもう世の中取り返しの効かないところまで来てるから、ガスなんか残り49年分。天然ガスの、ちょっと待ってね。天然ガスの、天然ガスの四えぇ、ー、7割以上は、えぇ、ー、石の気圧したもの。ちょっと待ってね。過去さ、ま、あ帰国で出るかな 帰国した時の顔を見たらわかる。なんか見覚えのある顔やなって。あのね、著作権料はあるでしょう。それも給料に組み込まれてるんだよ。みんなの税金で払われた後なんだよ。今さその権利うんぬん。あ、これや。この映像なんだけど、アップにできたらいいんだけどなちょっと違うか。えー、っとね、ちょっと笑、えー、っとね、 あるからあるから。いろんなんで出てるから。テレビ局の実態でそうやから。いい金持ち同士が自分の娘息子をテレビに出て遊ばせていたとか、ところがテレビ局や。遊んで金儲け。自分たちはどれぐらいの曲作れんねんっていうことで、曲作らす、えー、で、どんな曲作れんねんっていうことで、AKB とかあの辺のグループから。 大社曲、一曲もなかった。AKB 自体が大社曲ない。あれマーケティングでどうにかしただけや。グレイの皆さんとかは、淡井啓介のその無茶苦茶な人生の、その、被害とか知ってるから、良い歌詞、えー、作ってます。このとき、この顔やね。出てるテレビで多分。あのさ。 どこの番組かも忘れた。で、えー、アナウンサーに関しては昔、もうやっと、えー、長年言って辞めさせたけども、やたらと短いスカートを履いてるでしょ。現場で男に見せてんの、下着。なんか見覚えあるでしょ、今の顔。ずっとニュースばっかり見てる人、わかりますまあ。 ちょっと話変わりますけども。ちょっと待ってね。今、えー、僕のホームページ、淡井圭介の履歴っていうものにアクセスしてるんですけども、まあまあもう情報量はとんでもないことになってますけども、まあ、もうもう大体僕つながりでどうかどうにかこうにかなってるところが多いですから、あのー、まあ、 日本の今までの男性バンド、曲、ベスト100、まあ私の感覚ですと、まあその通りが、まあ、女性の曲、ベスト100、60番台から70番台の間にあります。で、こういうところを見てもらってね、どういう曲が、特に男性の、女性の方はちょっと整理整頓がまだできてないんで、まあ男性のも、これでもかなり、あのー、考えて選んだ方なんですけども、歌詞とかね。 で、えー、こういうところを見てもらって、まあ、ビーズの皆さんとかもそうなんですけど、まあ、僕と一緒に働いてます、グレイの皆さんも。フルーツラーパークでね、もともと。だからここで選ばれてる曲っていうものは、あのー、歌詞に余計なワードが入っていない。で、そのワードとかに多くの人間が影響を受けるんですよ、結局のところ。本当に。コンピューター通すと、ブーストがかかるから。言葉に力の能力があって、 だから、台風に関しては、なかなかテレビで放送しないように言ってるんですが、まあ、台風2号に関しては、今のところ、最大瞬間風速度が、えー、17メートルとかだから、まあまあ、まあまあ、雨降らすようかなというところで、まあ、特別、何もこちらの方では対応していない状態ですね。一応、も、ま、う、あ、ちょっと風が吹いているかな、あの、ベトナムあたりで中国を横断して、まあ、台湾の方に行くようなルートなんで、向こうの水の貯水量はわからないんですよ。 あんまり、あんまりというか、ほぼ全く。だから、その、もうこの時期でしょもうすぐ夏でしょある程度水がなきゃならないから、うん、まあ、特別動ことは、えー、しなくていいかなっていうところですね。まあまあ、天気のことこの間の台風1号に関してはどう対応してたか、あの、外の映像、えー、何日もわたって、えー、撮影してますから、見たらわかります。まあ、あの、ここに選ばれて、 出る曲、えー、まあこういった曲まあ言葉の意味とかもね、えー、こういろいろあるんですけども駆け落ちってこれね本当は馬から落ちちゃい人もうエロいことばっかり考えている人間はなんかもう全然もうテレビのほもともとテ,テ,テレビ出てる連中とか自分たちが浮気したのをバレて 電波と、こう、こう、画面に向かって僕みたいにこう言ってくる人たちに白状した時にバレてしまった人たち。セリフ言いながら、その、馬から落ちた、その、駆け落ちとかいう言葉を言わされたりとかして、そういうふうなところから言わされたというか言ってしまって、これやったら駆け落ちやなっていうのは、それ遠回しにね、そんだけ、えアホなことばかり考えている人間は、馬乗せたら落ちるぞと。 そういう意味から駆け落ちっていう言葉なんですよ。それ話分かってたら、すごい真面目に歌ってくれてるんですよ。真面目に歌ってくれてるんですけども、ラン,ランナーウェイというこの言葉がだんだん、こう、<laughs> 逃亡者っていう意味もあるでしょ馬に乗って逃げようとして、それで、えー、例えば、あの、悪いことしていたら見つかって、というふうにも受け止める、受け止めれるし、まああの、 まあ、あの、歌詞見たら、すごく真面目な歌詞で、人のか悲しみとか苦しみとかをね、表現してるんですけども、ま、どちらかというと、ま、高橋直子さん、金メダル。ま、結局、青井圭介の力、プラスアルファで金メダル取ってるんですけども,も、う元々あの人も僕に会いに来てますから、フルスラパークに。